こんにちは。今日は10月25日オープンの新宿本店でお買い物してきたので、そちらを紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。すごい、もう新宿本店っていうね、紙袋なんですけど、これが無料配布されていたのでいただいてきました。すごいよね、主張がすごい。ビックローがあったところにオープンしたみたいですね。すごく新宿本店大きかったです。でもうリルとかショートでは紹介してるんですけど、ユニクロのね、店内の2階にコーヒースタンドがあって、コーヒーとかちょっとした甘いもの、お団子とか、あの小分けになってるね、お菓子が売っていて、あのちょっと休憩ができるような感じになってました。ちょっとしたね、イートインもあって、テイクアウトもできるし、そこでも食べれるから、新宿っていっぱい歩くからね、疲れると思うんですけど、そこで休憩できてお買い物もできて最高でした。私もお団子いただいたんですけど、とっても美味しかったです。で、今回は新宿本店とオンラインのみで購入ができる欧米特別コレクションを購入してきました。で、まず先にリップを紹介していこうと思います。これはメイク動画でも紹介してあるんですけど、この2つを使ってます。まずケイトのリップモンスターのクリアトーン03番を全体に塗って、マックのポッシュピットを内側とトップのところにのせてます。こんな感じです。このね、組み合わせめっちゃ可愛くてすっごい気に入ってます。最近やっぱりね、あのちょっと寒くなってきてるので、こういうブラウン系というかベージュ系をね、よく使ってますね。で、ショートでも着てたんですけど、こちらこの切りっぱなし風のスウェットなんですけど、こちらはローズバッドの展示会で購入しました。このね、ラインが可愛いしさ、ちょっとカジュアルっぽいけどしっかりおしゃれな感じで、すごい可愛いなと思って、この間はこれにあのスカートをね、合わせてたんですけど、そういうのにも合うからとっても使いやすいです。はい、ではね、早速紹介していきたいと思います。今回はね、2点です。ちょっと少なめなんですけど、とっても可愛かったです。まずはこちら、お目当てのコートです。スイードシングルカラーコート、こんな感じでかなりロングですね。で、後ろのところにベルトがついてます。グレーとベージュがあったんですけど、私はベージュにしました。こんな感じで裏地はね、ついてるんですけど、薄すぎず分厚すぎない感じですね。真冬はね、中にいっぱい着ないと寒いかなっていう感じなんですけど、寒くなり始めとかそういう時にすごく良さそうな感じです。で、私はちょっと大きく着たかったので L サイズにしました。で、こちらは欧米特別コレクションだけど、日本で売られてるサイズと同じサイズ感で作られてるみたいです。はい、着てみるとこんな感じです。丈は膝下ぐらいの長さになってます。で、後ろのベルトをね、垂らしてみるとこんな感じです。これだけでもすごい可愛いですよね、ベルトがあるっていうのも。で、 L サイズなのでゆとりはね、だいぶあるんですけど、すごいスッキリしてますよね。すごい大きくなっているわけではないので、着膨れしにくそうな感じがします。とてもシンプルだけどおしゃれに着こなせるような感じです。ベルトは後ろで結ぶと後ろにキュッとなるような感じで可愛いですよね。全然うまく結べないんだけど。すごい形。で、前で結ぶとこんな感じです。ちょっと横にずらしてみました。ウエストマークされてるような感じで、めちゃくちゃこれも可愛いですよね。で、すごいさっきよりタイトになるかなと思います。ベルトを結ぼうと思うと中をあんまり分厚くはできないのかなっていう印象です。ピタッとくっついてくれるから。で、ベルトもこれぐらいなので、中も薄めにするとよりスッキリ着れるかなっていう感じです。でも私は L サイズにしているので、こういうところのね、ゆとりはあります。で、袖口も大きめになっているのか、とってもおしゃれですよね。で、横にポケットもあります。で、後ろはスリットが入ってます。こんな感じで前をしっかり全部留めてベルトを結んで着ると、あのすごいカッチリした感じになって、海外ファッションに近いような気がしました。マフラーをね、こうここにつけてもいいし、こう羽織るような感じでつけてもめちゃくちゃ可愛いですよね。あんまり私こういう着方をしないので、これもすごくいいなと思いました。シンプルなのでいろんなファッションに合うかなと思います。で、こんな感じの色合いになってます。そして2着目はこちらです。ウォッシャブルミラノリブニット V ネックセーター、少し浅めの V になってますね。で、一応オフホワイトなんですけど、ほぼグレーかな。ほぼライトグレーですね。で、こちらもちょっとゆとりが欲しかったので L サイズにしてます。少し重みがあるような感じです。こういうのでなんかこう柔らかい感じがあるんですけど、なんか生地がなんかしっかりしてるような感じがする、ギュッと密度が高いような感じがします。はい、着てみるとこんな感じです。
シンプルな形なんですけど、1枚でもかっこよく着れるようなセーターかなと思います。横にスリットが入っているのと、少しだけ後ろの方が長くなってます。スタイルもよく見えるような感じですね。L サイズにしているのでゆとりはあるような感じがするんですけど、ここがねもともと大きく取ってるような気がします。ぴったりすぎないような形かなと思いますね。こんな感じ、すごい可愛い。これちょっとね着てみないと分かんないかもしれない。店頭とかにあるだけだとまたシンプルなセーターなのかなって思うんですけど、着てみると本当1枚でかっこいい。で、V も浅めとは言ったんですけど、そこまで浅すぎないから、ちょっとしたなんか肌見せ感ありますよね。深すぎないけど、浅すぎない。すごい綺麗。鎖骨も綺麗に見えると思う。これいいな。めっちゃいい。で、袖のところは長すぎないから、すごいぴったりっていう感じがする。ちょっとこういう風にキュッとなってるような感じですね。もうね、なんか全てが計算尽くされてるような感じ。とてもかっこいい。こういうシンプルなのって意外と持ってなかったりするんですけど、何でも合わせやすいなって思いました。はい、こちらのね2点を購入したんですけど、私はオープン初日に行ったのでノベルティももらいました。1万円以上購入の方が対象のノベルティです。じゃじゃーん、こちらめっちゃ可愛くない？このミニサイズ、もう大人気のラウンドバッグのミニサイズです。スリーウェイになってるみたいです。ちょっとこれもね開けてみたいと思います。カラーが何種類かあったんですけど、こちらは選べませんでした。私はねホワイトになるのかな。めっちゃ可愛い。私が持ってるのは黒と夏仕様の朝のねカバンなので、このカラーは持ってない。めっちゃ可愛い。ちっちゃいね本当に。でなんか やっぱりちょっと違いますね。ここが持ち手も長さはこれぐらい、一番短くしてこのぐらいですね。肩から下げるっていう感じ。あ、めっちゃ可愛いねこれ。ほんとちっちゃい、まあ、長くするともうちょっとショルダーっぽくなるのかな。あ、なるね。わ、めっちゃ可愛い。小さい。このサイズいいかも。で、この金具を取ってこっちにつける。こうやって片手で持てるようにすることもできるし、あともう一個はこっち側を外します。じゃじゃーん、こんな感じ。こんなちっちゃいカバンにすることもできます。ちっちゃで、気になる中身はこんな感じです。お、グレーになってますね。で、すごいの、ポケットがこっちに大きいなポケットがあって、そこに2つねくっついてます。で、マチもしっかりあって、こっち側はもともと2つに分かれているのと、これがすごいよね。リップとかボールペンとかね、そういうものをね刺せるんですよ。もうなんかもうちょっと大きめのポーチですよね。すごい。これちょっとしたお出かけとかお散歩とかに使いたいなと思います。でもこれは初日から3日間のね限定のノベルティなので、今はもうもらえないんですけど、11月1日から4日までの4日間は違うノベルティがあるみたいなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、ちょっとコーディネートもねしてみたいと思います。ということでコーディネートも組んでみました。このコートはカッチリもすごい可愛いんですけど、こういうもうガッツリカジュアルな感じも可愛いなと思って、ホワイトカジュアルコーデに合わせてみました。で、セーターの方はもちろんジーンズとかにも合うんですけど、ああいうカッチリとしたパンツとかタイトなラメ入りのスカートとかにも合うなと思ったのでやってみました。で、こちらはね新宿本店かオンラインのみで購入ができるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今回はこんな感じの動画でした。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。